皆さんこんにちは、ジェシー・オレゴブルダー、ヒーラー。はい、今年もこの日がやってまいりました。5月5日はレゴの日です。はい、ということでついにこの日がやってまいりました。去年の動画見てくれた人ならわかると思うんですけど、私ヒロゲは5月5日に簡単に言えば1万超えのレゴを購入した報告動画になります。ちなみに去年は大人向けレゴのオプティマスプライムを購入したんですけど、あれはもう本当に素晴らしかったので、まあ動画でも話したと思うんですけど、いつかはメガトロンやスタースクリームやバンブルビーなどといったトランスフォーマーも出してほしいなって思っております。でちなみに今年なんですけど、今年は去年と違って結構割とガクッと値段を下げました。まあなんでかと言いますと、まあ JBF のパーツとかいろいろ準備とかもあったり、あとは夏頃に発売される新作のレゴシティが欲しいので、今回はガクッと下げました。で今回のレゴは全て神戸のコストコで買ってきました。では今回購入したレゴを紹介します。それがこちら。はい、まずはこちらのレゴシティの宇宙探検隊のセットを買いました。ちなみにこのセットは何なのかと言いますと、今年発売されたレゴスペースの3つのキットがワンセットになった超お買い得商品になっております。ちなみにこのメカスーツはレビューして、この残りの2つはレビューしていないので、この動画につきましては一気に紹介したいと思います。この宇宙船だけで3000円して、メカスーツで1200〜1300円で、小型の宇宙船で1000円で、合わせて5500円ぐらいするセットを3200円で買いました。これはめちゃくちゃお買い得ですので、気になった方はぜひ購入してみてください。続いて同じく神戸のコストコで購入したレゴはこちら。はい、こちらのレゴクリエイターの一眼レフを買いました。こちらは今年発売された新作レゴクリエイターで、これ定価が確か3000円ぐらいするんですけど、神戸のコストコで2100円で買いました。でそれ以外にマインクラフトやレゴシティとかもいろいろあったんですけど、今回はこちらの一眼レフを買いました。はい、ということで今年のレゴの日動画で購入したレゴはこの2つになります。去年は1個だけで1万8000円で、今年は2個で5000円で、去年よりかはかなりコストは減らしました。まあ先ほども言った通り、今年の JBF の準備だったり、あとは夏頃に発売されるレゴシティを買いたいということもあるので、今年のレゴの日動画は結構ガクンと収めました。私的に言えば、このレゴシティのスペースセットはもうとにかくお買い得になっていますので、こちらのセットを購入することをめちゃくちゃおすすめします。今回紹介したこちらの2つは近日中に動画にしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。